ピカピカレボリューションです。それでは一人ずつ自己紹介していきます。はい、リーダーの野望です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、赤色担当のさっちゃんです。よろしくお願いします。はい、紫担当、中学1年生12歳の小春です。よろしくお願いします。はい、黄色担当のりーちゃんです。よろしくお願いします。はい、濃いピンク担当のりーです。よろしくお願いします。りーちゃん。はい、黄緑担当のななです。よろしくお願いします。はい、緑担当のみやたんです。よろしくお願いします。はい、サブリーダー保育士をしています、いまちです。よろしくお願いします。はい、今日私たちを初めて見たって方はいますか？はい、ありがとうございます。あ、結構見知った顔がちらほら。はい、多分後ろで見てくれてる方は多分初めて見るピコレボーだと思うんですけど、うん、私たちはいつもハンマーを持って活動しているんですね。そう、ハンマーを持って活動してるんですけど、この意味わかりますか？わかんないよね、わかんないよね。はい、じゃあ小春さんお願いします。はい、あ、おい。はい、実はですね、私たちが持っているこのハンマーにはある力がありまして、このハンマーで叩かれた人はなんと幸せになれるんですよ。すげえ、やったー、やったー。はい、これ一連の流れですよ。やったーって全員でやるんですよ。はい、もう一回、もう一回いきますよ。せーの、あ、なんと幸せになれるんですよ。やったー。いいね、いいね、ノリいいね、すごい、面白いね。はい、なのでこの後の曲で叩かれるかもしれないので、その時は皆さんぜひ自分から前に来てくれたらいいなと思います。はい、大丈夫ですか、マイクの方は。大丈夫ですか。今日いいお天気ですね、とっても。そうですよね、すごい 桜もすごい綺麗でね、うん、なんか山に来た気分ですね。山ですね、山ですね、ですね。ここ山ですね。そうだった、私初めて来たんですよ、ここ。私も、私もですね。すっごいもう桜だらけ、桜だらけだね。ここってあれなんですか、なんか小部ではめっちゃ桜が有名な場所ですか？そうです。そうです。あ、ありがとうございます。あ、小部市のからですか？はい、ちょっと声ちっちゃかった。はい、なんかあっちの方でもね、屋台もいっぱいあって、うん、そうそう、焼き鳥の匂いがあっち見ちゃうよね。めっちゃうまそう、焼き鳥、うん、食べたいね。食べたいね。食べたい人。はい、飲みたい人。飲めません。そういう人もいます。飲めません。飲めません。19歳でしょ。飲めません。飲めるのはオレンジの人だけです。でもドライバー。ドライバー。今日はドライバー。今日ドライバー。はい。そっか。へえ。なんか桜が綺麗ですね。さっき桜と一緒に写真撮ったよね、いっぱい撮った、撮った、ね、今日晴れてよかったです。よかったですね。ツイッターでもね、結構上げてるから、ツイッターフォローしてください。はい、ぜひチェックしてみてください。それでは次の曲に行きたいと思います。なんか走っとるぞ。大丈夫か。ちょっと待ってください。だったんですね。いや、桜が綺麗ですね。それしか言ってないよ。いや、本当に綺麗なの。本当に綺麗、本当に綺麗。あのさっちゃんなんかさ、うん、すっごいテンション高かったよね、今日。あ、さっきあの非公式のメルモーくんと写真撮りました、うん、撮った、そう、あの子を公式にしましょう、みんなで。よし、公式キャラクターにしましょう。頑張れ、人気を上げて上げて上げて。メルモなんかピコレボも一緒に有名になれるように、ちょっと一生懸命押しましょう。一生懸命押しましょう。メルモー君を。あ、来たぞ。あ、大丈夫ですか。という話をして、はい、ではそれでは行きたいと思います。私たちのオリジナル曲聴いてください。スマイルハンター
Yeah.
ありがとうございます。メルモくんもありがとう。ありがとう。無理やり出させちゃった。かわいいね、新メンバー、ね、見えるやん、ちょっと見えるやんこれ。大丈夫、そういう内部事情じゃダメ。はい、それではピコレボ少し告知をさせていただきます。ナナちゃんお願いします。はい、この後2時から射水市の黒川店でのファミリーマートさんにてオープニングイベントがあります。はい、どうした？続きまして、うん、空の青空さんと行くパノラマバスツアーが4月25日にあります。頑張れ。楽しいので皆さんぜひ来てください。待ってます。お願いします。メルモくんはいますか？告知やりますか？メルちゃん、メルちゃん、頑張ってメルモくん、なんか言って。もう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 翻訳して翻訳してということでした。翻訳して。もうなんか今からちょっと切られて食べちゃうので、あとなんか今分かったよ。分からなかったの、何言ったか分からん。分かんない。いや、一緒にステージに立ったピコレボ、この後物販あるんだよって言ってた。あ、分かった。来てください。うまいね。さすがに言ってない。多分言ってないと思うんだけど、あのピコレボリューションは今使ってるねハンマーとかをグッズ販売で販売してます。これ取れるんですよ。取れたステージ中ですね。あとここが笛になってて結構活用的なハンマーなんで、お子さんとかぜひ、ね、遊べます。そう。遊べます。ぜひ皆さん買い求めてください。お願いします。はい。それではピコレボ次で最後の曲になります。ありがとうございます。最後はメルモくんと一緒にジャンプして終わりたいと思うので、皆さん一緒に大きくジャンプしてくれたら嬉しいです。はい、それでは最後聴いてください。レディI'm not afraid to die.
メジモー君と一緒に立ったやつらと覚えてくれて嬉しいです。はい、はい、今日叩かれた人はラッキーです。やったー。それではこの後グッズ販売待ってます。以上、私たちピコピコレボリューションでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、なんか集合写真を撮るそうです、メルモー君と。やったやった。さっきさ、ジャンプしたときちょっとやばい、めっちゃ見えちゃった。